瀬戸内に恋するカメラマンが旅先で出会うその魅力を切り取っていくロードムービー瀬戸内日和。倉敷市を旅している坂本カメラマン、美観地区を見下ろせる阿智神社にやってきました。だから今から約300年前からお年寄りが阿智神社にお参りできなくなって、それで今度は店の若い衆に退散させたのが始まりというふうに言われてるんです。今週のベストショットはこちら。